こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて本日はね、甲冑トークの第4回でございます。第3回まではね、概要欄の方にリンクございますので、そちらからご覧ください。ぜひね、第1回からご覧いただければと思う次第でございますよ。今回第4回はですね、価値の武士の装備の進化についてお話ししたいかなと思う次第でございます。第1回でね、取り上げました大鎧とか、第2回で取り上げました笠地頃なんていうのもね、どうしてもね、上級のね、武士のいい方のね、偉い方の装備になってくるので、もっとね、下のね、下卒の方々ね、後々ね、足軽って呼ばれる武士たちがどんな装備をしていたのかっていうのをね、お話ししていければなと思う次第でございます。ってことで本日の本題でございます。まず下級武士の装備として真っ先に取り上げるべき装備といったら腹当てでございましょう。この腹当てっていうのはですね、大鎧が体全体ですね、4面前後ろ左右と全部防御できるのに対してですね、この腹巻きというのはもう前面だけのかなりね、コンパクトな装備でございます。まあ側面もね、若干あるっちゃあるんですが、まあ背中は柄空きでございます。この腹当て非常にコンパクトで軽量なため、上級武士とか僧兵がですね、護身用として衣服の下に着るなんていうね、使い方もできたわけでございます。要は現代で言うと防刃ベストに通ずる使い方もできたわけでございますよ。そのため木米腹当てですとか、木米という名称で呼ばれたりもします。この腹当てなんですが、鎌倉時代中期から後期にかけて背中側も防御ができるように進化いたします。それが胴丸でございます。大河ドラマ麒麟が来るで光秀がね、一番最初に着ていた甲冑がこのタイプの、いわゆる胴丸と言われるタイプの甲冑でございます。まあ、腹当ての両サイドの部分を背中側までグッとね、引き伸ばした感じの、鎧でございますので、引き合わせ、要は接続する部分ですね、もう背中側になりまして、ある程度のサイズ調節ができるというね、利点もございます。そして草釣りの数もね、増えたことによって勝ち戦に対応できる仕様になっております。これとは別にですね、大鎧と構造が似た、やっぱりね、甲冑用の甲冑というのもございました。それが腹巻きでございます。天才バカボンじゃございませんよ。腹巻きと同じ感じではございますが、こちらはね、大鎧の Y 立ての部分が一体化したタイプでございます。パッと見ね、腹巻きなのか胴丸なのかっていうのは区別がつきにくいんですが、まあ、引き合わせがどちらに来るかによって、このね、腹巻きと胴丸というのは区別しているわけでございます。ちなみにこの腹巻きなんですが、引き合わせが右側でございます。さてこの腹巻きと胴丸なんですが、面白いのが時代によって呼び方が変わるということでございます。中世では引き合わせが右引き合わせのものを腹巻き、そして背中の引き合わせになるものを胴丸と呼んでいたのですが、これがですね、室町時代の末期ぐらいになってくるとですね、右引き合わせのものが胴丸、そして背中引き合わせのものが腹巻きとなるわけでございます。ものとしては全く同じものなんですけど、時代によって胴丸と腹巻きっていうのはこのね、引き合わせの位置が変わってしまうというわけでございます。まあ、いずれにせよ大鎧よりも体にフィットするということで隙間が少なくてですね、またこの勝ち戦というのに適した胴丸とか腹巻きというのは、まあ、どの時代でも重用されることになりまして、制作にものすごく手間のかかる本小ザネから少しね、簡素化した伊予ザネ、さらには板ザネへと進化をしてずっとね、使われることになるわけでございます。ただ安土桃山時代になってくると、この胴丸とか腹巻き以外にももっとね、簡単な甲冑というのが登場いたします。それが、お菓子不足と言われるのが足軽で使われるようになるわけなんですね。このお菓子不足というのは、いくつかね、過去にもお見せしたことがあると思うんですが、簡単に説明するとレンタル甲冑でございます。まあ、武具っていうのはね、非常に高価なものですので、下級武士にはね、非常に手が出しづらいというのもあるんですよ。まあ、もう一つは集団で行動することが多くなってきますので、同一のものを着ていた方が区別がつきやすくて指示が出しやすいっていうね、利点もあるわけでございます。このお菓子不足になってくると、比較的生産が容易な桶川道であったりとか、あと仏道なんていうのもお菓子不足として使われるわけでございます。ただ桶川道とか仏道といったら、お菓子不足で足軽が着るものかというと、そういうわけではございません。まあ、上級武士でも同じ桶川道とか仏道っていうのは着用していますので、もう足軽専用の鎧っていうわけではなくてですね、
お菓子不足だと大量生産の、まあ、ちょっとお金かけてないような感じのものになるのか、上級武士が着るようなある程度オーダーメイド、もしくはフルオーダーメイドの鎧になるのかぐらいの違いでございます。あとお菓子不足としてよく出てくるのが畳不足と言われる軽量の鎧でございます。こちらは非常に軽量でなおかつ小さくね収納できるタイプの鎧でございます。のドラマ足ガールでねゆいちゃんが着ていたのもこのタイプの鎧でございます。カルタガネって言われる小さなね小型の鉄板を鎖でつなぎ合わせて作るので、こちらも生産性が簡単になっているわけでございます。はい、ということで本日は下卒、まあ下級武士の鎧の進化についてのお話でございました。まあ他にもね挙げると結構は出てくるとは思うんですが、ざっくりねお話しさせてもらうとこんな感じになると思います。まあいろいろ形見てもらってね、自分の好きなタイプっていうのがどのタイプなのかっていうのもね、一つの楽しみではないかなと思う次第でございます。